こんにちは、みーです。おはようございます。今日はですね、じゃん、1年ぶりに出たのチリチリクレイジーチリチリチリトマト、去年もこれ確か YouTube に上げてると思うんですけど、去年も食べて、今年はちょっとビッグになって帰ってきたのかな。辛さは20倍、チリナド肉が入ってるみたいなので、ちょっとバージョンパワーアップがパワーアップされてるのかなと思います。これを食べたいと思います。ビッグ、カロリーが468カロリーです。また前みたいにチリ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 オイルも入ってます。でまた今度濃厚パンね、いきたいと思います。焼きそば、うま辛いです。これも美味しそうだね。ということで、これとあと、いつもの、じゃん、食後の後のデザートをかけてました。美味しそう。安納芋あん&ホイップの和風パイシュー、ローソンのうちカフェスイーツかな。167円、税込み180円、カロリーが284カロリーです。やっぱりこれが一番楽しみですね。ということで、じゃあ食べていきたいと思います。っていうかまだ作っていこうと。ではできました。できました。チリ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 トマト、ではいただこうかな。このままだと普通に卵に謎肉、トマト、キャベツ入ってます。全然このまま美味しそう。謎肉辛い謎肉辛いや、辛いけど美味しいぐらいな辛さかな。麺そんなに全然辛くない。スープとかこれを全部チリチリオイルを入れます。これが赤い、赤いオイル全部分かってはないな。
それ一気に。入れない方が美味しい。辛い。なんか去年より辛い気がする。ここからだいぶ辛い。すっごいあの舌がピリピリする。多分去年より辛い。
ったね。これはめっちゃ美味しかったです。これおすすめです。どうぞ。ぜひ。あの今ホイップの和風パイシー食べてみてください。これは嘘以上にかってことで今日はお誘いいただきました。ごちそうさまでした。ではまた見てね。バイバーイ。